ドラゴンクエストモンスターズ2イルトルカの不思議な不思議な鍵、実況者のエテポンゲと申します。よろしくお願いします。見てください、私のパーティーを。タコパ完成です。タコパ完成しました。まあ完成といってもね、まだ全然申請配合もねできない、プラス値なんですが、まあ70とかプラス70で、こいつは97、そして47と、うん、まあね、育てていきましょう。うん、でスキルはね、こいつは回復役、攻撃、そして、サポートで、これは戦力を奪うみたいな感じでね、4匹ともバラバラのスキルを覚えさせました。うん、あとはね、そうだな、メタルキングがね、回復 SP っていうスキルを、なぜか覚えてくれまして、うん。で、守備力アップ SP もつけてね、ちょっと強化しておきました。で、あとは、魔王の使い。こいつのゲストがようやく取れましたね。うん。ちょっとこれ撮影するって言ってたんですが、配合しちゃいました。申し訳ない。申し訳ない。で、まあ、今ね、現行ではこのメンバーがレギュラーかな。うん、ダゴンとね。ぐらいかな。で、昨日ね、ニコニコ生放送をね、やってたんですよ。6時間ぐらい。6時間。予約枠取ってね、無料延長でね、6時間放送しました。うん。で、その際にね、強いモンスターの作り方を教えてくださいというね、タイトルでやってたんですが、うん。2匹ぐらいね、新たなモンスターの制作に成功しました。まず1匹がね、こいつ、ギュメイ将軍。ね、まあタコ将軍っていうね、名前がついてるのは、まあ気にしないでください。気にしないでください、これは。うん。ね、ギュメイ将軍。うん。とりあえず作った感じかな。うん、とりあえずね。で、あとこの鬼コンボ。うん。この2匹をね、作りました。うん。まぁ、ちょっとね、まだ、全然プラス値も低くてね、スキルも全然なんで、とりあえずはね、ベンチでゆっくりしといてもらいましょう。まぁ、うちにはね、タコパがいるんでね、うん。こいつらでね、とりあえず、裏ストーリー進めていきましょうよ。うん。よし。じゃあ、どこだったか、宿り木だったっけ？宿り木の塔だったかな？そちらの方に向かいましょうか。宿り木の鍵ね。よし、行こう。で、てっぺんに行かないといけないと。うん、てっぺんに行けば、究極の鍵をいただけるということなんで、こっちですね。こっち進んでいこうか。うん。そういえばね、闘技場もやろうかなと思ってたんですよね。闘技場も全く進めれてないので、さあここからまた新たなエリアに突入しますよ。あれはなんだ、ガーゴイルのなんとかデーモンだったかな。こいつらに合わせて動け、合わせて動け。よし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 、ちょっとしつこいってもうちょっとしつこいってもう。こっち。オッケー。避けていく。戦いは避ける。うん。骨付き肉、これはありがたい。うわあ、もう通してくれなさそうだな、簡単には。っていうか、これ、強制バトルなんじゃないかな。うお、早いわ。もう諦めた、今のは。地獄の門番ですね。ベビーゴイルか。うん。作戦変更しておきましょうか。こいつが回復役なんで、命。で、こいつはガンガンの、これサポートで戦力。これでいきましょう。ベギラゴン。メラゾーマ。やばいな。もうちょっとレベル上げとかないと、まずいかもしれない。マジックバリア。スクルト。ベホマラ、ベホイマ、攻撃、
吸い込んで灼熱打って、やばいなこいつら、やばいな、えぐいな、なかなかのえぐさだな。ただちょっとね、消費 MP が半端じゃないな。ちょっとタコッパはちょっと置いておこうね。消費 MP がちょっと激しすぎる。うん、大きい槌かな、あれはブラウニーかな。まあ、とりあえず進んでいきましょうか。一方通行なんでね、直線的な動き、俺のシャリンガンが見抜けないわけがないだろう。ブチキングがいるな。で、サボテンボールいっぱいいるね、なんか。まあ、の、まあね、ああ。ゆくゆくは、ゆくゆくはね、こいつらもスカウトしていきましょう。うん、とりあえず今回はね、ストーリーを進めることに重点を置いてね、進めていきます。こっち側に振ってからのこうね。で、あれはカブトムシのなんかっていうやつ、なんとかカブト、鉄カブトだったかな。鉄カブトとブチキングとで、サボテンボールが多々いるな。さあ、これは何の鎌足りかな。鉄鉱石でしたね。結構広い。ちょっとマップ見ますね。左奥は右、マップ右奥は行き止まりで、左に進んでいかなきゃいけない。ってことは、ちょっと行き止まりってことはね、確実にね、アイテム、いいアイテムがね、落ちていますのでね、ちょっと、落ちてなさげだな。ただ、サソリアーマーがいるだけですね。サソリアーマーかな？これ、2マスモンスターなのかな？サソリアーマーって1マスじゃないんですね。2マスなんだね。まあ、宝箱なさそうだったんで、進みましょうか。なんだこれ、すごいな。こっちですね。こっちは絶対に宝箱あります、間違いない。あー、違う、直線的な動き、こっち。何？バーンブレード、また強そうな武器を手に入れました。あー、いいやつ。まあ、作戦でね、こいつだけ命にしておきましょうか。で、守備力アップね、SP つけることによってね、大義封じガードっていうスキルを、消したんで、その自動 MP 回復がね、消えちゃったんですよ、このメタルキング。それが一番ちょっとネックですね。自動 MP 回復があればね、ある程度は本当に回復できたので困っ